やっていこうか武器ショー、あ、撃てない、無理だったー。ということでこっちに戻っていきましょうか。やっぱ無理だな。大丈夫です、後ろ向き。いやでもダメですね、お気遣いどうも。新幹線に乗って PC 開こうもんならもうものの5分で死にかけるからね、ほんと無理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 。さてどうしよっかな。なんか儀式をやってる子たちがいるんですけど、まあそこ本編と関係ないからボッコボコにしちゃうね。え、あ、しまった、そろそろハンドガンを手元に持っとかないとやばいかもしれないね。まあとりあえずこのチャプターレオン編のところまでは、そろそろ着きそう、あ、ついた、うん、あの、そ、うん、うん、ついた、はい、あーごめんなさい、あのチャンネル登録ボタンとグッドボタンだけでもすいません、よろしくお願いします、ぜひよろしくお願いします。もう毎日毎日本当あのストレス対応の中頑張ってるんで。でなんかね、あの前回さ、ちょっとすみません、皆さんあの暗かったと思うんですよ。であのちょっと修正は頑張ってやったんだけどね、しないよ。ん、 すげえタイムラグ。そうで、ですね、なんかね画面の明るさ表示がここに繋がってたのね。なんかね元に戻ってた、あのまどなんていうの、その右から左に元に戻ってたっていうのはなんでっていう状態だったんですけど、燃えれ燃えれ私がサラサラだー、キャッカッカッカッ、ラモンとお呼び、ラモンとお呼び、おー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 、キバッキーキバッ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 、わーわー、いっぱい来てる。じゃあこっちに逃げよう、走る走る俺ーちょっと待って、いや、置いてくつもりはないんだけど、What? どういうことどういうこと、待て、いや、ほんと待てだよ。え、なんであっちにいたのに、なんか、アシリ、あ、ちょっと待って、待って待って。もういろいろパニックなんだけど。何が起こってんの、アシュリー、しかもこれ、このままだとアシュリー撃てるよね。しかも復活早っ。おいでおいで。アシュリー開けるんかい。おお、いつの間にいたい、どこ行くの、ここにいるよ、ここにいるんだけど、アシュリーちゃん、え、待って、バグってるんだけど、いろいろアシュリー来ねえし、置いてかないでよ、あー置いてかれてる、アシュリーは女の子、美女系女子、美女系女子、痛い、もうなんか始まりからキュンです、ほらおめえごとき、あ、ちち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 おー、もうビビった、ほんでまたもっとちょっと壁に向かって走り始めるし、えい、おっきい、あー、そっか、しまった、ここまたどうせ戻ってこなきゃいけないんじゃん、あいつ手に入れてからだったべや、間違えた、今来ると、今来るべきじゃなかったな。で、オープンできへんのかーい、くそ、ちょっとここ来るの早かった、前もなんかそんな気がし、やっちまった気がするんだよな。まあまあまあ、そんなことも言いつつ、あれ、こっちは水の間って聞いたんだっけ、もうね、もはやナイフクリアとはっていうね、まあ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 、まあ、ナイフはハンドガンのね、あれとはみたいな状態だけど、やっぱいるよねー、ロングロングロング、ナイスショット、ナイスショット、おめえ撃たせるか、ほら早撃ちはこっちの方が早いんで、おお、目の前に女の子がいたんで、穴という穴にぶち込んであげましたよ、上の方、上からダイブして、よいしょ、いい加減にしてくれ、あ、奥にもいるね、奥におったやな、当たってるいる、おお、いたのかよ、生きてたのかよ、いたならいる、生きてたなら生きてるで、ちょっとお声掛けしていただかないと、こっちにはいないのね、オッケー、で、奥からじゃあ、死神と呼ぶ、いつだってレモン、まだいるね、ジャーン、残念でした、あ、こいつ女の子、あ、違う、
なんかただの裸足野郎とか。音楽が急にやんだ。あー怖かったよー。よしよし。でこっち走っていって、まあいろいろあるんだけど、まあそんなことも気にせずにね。オープン。ぐる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 。カラスはいないようだ。もうてかもう無駄にダメージ受けたな。せっかく体力回復したのにさ、回復アイテムがピンチピンチなんだよね、いつもね。あ、そっか、ここで確かやつ復活して、いるよねー。てか待って、ワンワンオワンワンオもいる。ワンワンオ、見てお前バレるんかい。もうバレるんかい。ダメです。キャーじゃねえよ。キャー、あーもういろいろと。ほら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 、死ぬくらいだったら、死ぬくらいだったら俺は暴れる。ほらあ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 ら、近づかない、近づかない。ダメです、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 ダメです。なんか急にアシュリーの復活が早くなったな。なんでだ。あ、来た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 。あーまたやられてるわ。おいしくいただかれてるわ、アシュリー。あのこれ大丈夫、集団制度大丈夫。死にがない。やられない大丈夫。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃああとはあの自分で自力で復活していけろ。復活してけろー。しーりしーりしーって。そう。ここでちょっとでも回復アイテムをね、手に入れとかないと、もうね、この先ね、もう、大丈夫か。朝の男の子の股間みたいな状態のやつがいっぱい出てくるからさ、ねえ、カッチカチだぞって思ったら、まあ一瞬でふにゃちんになると。もうドストレートすぎるな、今の言い方な。やばい、喉の調子が悪い。まだ咳込んでないだけマシだけど、今にも喉が潰れそう。マン。よいしょ。オープン。はい、か。どっちから行こうか。こっち。氷が美味しいね。なんか氷ってさ、まあ、水と一緒なんだろうけど、食べ過ぎるとなんか血中の塩分濃度がなんか下がるからあんまり良くないよみたいなことを言われたりとかするんだけど、どうなんだろうな。オープン。似合いそう。そうでしょ。こいつの中にはいるのか、いないのか。なんか急にうごめき始めてるけど、どうした。ここの周りにアイテムは特にないんだよな。じゃあ飛び降りぴょんぴょんかな。じゃあシュリーちゃん、ここに座っといてけろ。スキーよいしょ。オープン。アシュリー、上にいろ。わかった。アイグリー。あ、ちょ。でん。てかもうあれだな、そもそも近くタイプライト持ってるっていうことがもうちょっとダメなんだろうな。そう、持たずになんとかしなきゃいけないよね。よいしょ、カチッ。ほい。え？オッケー、あ、ちょっと待って、もうね、なんかね、カメラが移動しねえんだよな。アシュリー、早く降りてきて。で、こいつ戦わずにさ、アシュリー下ろしといてさ、キッパ。もう、エージェントとは。しかもこれ、2体ずつ出てくるんだよね、確かね。鎧が。おいおい、冗談だろ。やった、一発目。一発目もおかわりしたい。壁に向かって走ってる。尻を見ながら走ってる。ちょ。ああ、もう。なんで戦闘が始まると急にこうカメラのワークがもう終わるんだろう。ガキーン、ガキーン。あ、ダメ。シドーン。貴様らごとき。あ、これ無理。ガキンガキン。
あ、いいね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 。あれ、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、もう、出た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 。もうわけわかんないことが起こってる。もう、いやー、なんか、あれ、2体とも行った、もしかしてこれ。ちょっと待って、あのね、敵の認知もできないんですよ。あ、行った、危ね。うぃー、シュー。いや、遅い、今じゃないんだ。赤金、なんでそっちなの。バカなの、死ぬ。あー、もうなんで床を見ながら戦ってんだ。お前はタコか。タコは別に床を見ながら走らないけど、もう戦闘が始まった途端やめて、本当に。なんでっていうのを毎パート繰り返してやってんだけど。ガラクタやろう。オッケー、よいしょ。あー、攻撃してくれないよね。そうだよね、知ってたよ。もう、あー、うわー、ぐえー。ちょ、もういいって。そんな素振りをしてる場合か、タコ。あと一体なんとかならないかな。アシュリーもう弾切れだよね。だよね、そうだよね。どこかな。とりあえず一体だったらなんとかなるかってなんないよね。どうしようかな。あいつ来てくんないかな。無理だよね。仕方ないよね。ほい。プラって。よし、おきょ。うりゃー。よっしゃ、勝った。調べない、俺の勝ち。やったー、やったー。大丈夫？あれ、ちょっと待って、今アイテム消えなかった。よし、なんとか無事だ。なんとか無事。いや、ほんとなんとか無事なんだよね。こんなね、操作がまともにできないかったとしてもね、勝てるんすよ。いや、こんな状況になったとしたらね、世界で一番バイオの上手な梅田ジャパンさんでも多分ね、まともに戦えないと思う。大したもんだ。いやー、ほんと大した俺で。いや、マジでふざけんなって怒られそうだけど、ジャパンさん。年下の子にそんなことボロクソに言われたら、なんか俺泣きそうになっちゃうけど。メンタルヘルスがもうね、最下位系の男子だから。チュン、オープン、立方体オブジェ。こいつら動かないっすよね、さすがにねって。帰り道で動いたらもう発狂だけどな。オープン。あ、ちょっと待って。ん？あれ？上？上まだ、あれか。プラ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 してるやつを破壊し忘れてたか。そうじゃなくて、こっちを確か。あ、だよね。お嬢さん、ここで、お眠りくださいって言ってたのに。お眠りくださいって。寝たらダメです。お座りくださいって言ってたのに。ああ、カメラ。今まだまともに動いてるように見えたでしょ。あのね、全然ね、カメラがまともに動いてくれてなかったから。何から始める？何って言ったら、もうそれはもうね、やることって言ったらもう、男女の中と言ったらもうあれしかないでしょ。なんだ。チャコペン、トラじゃない。ライオン、ヘビー、ミラーシールド。いや、ほんと、お首でも。首切られたらあんな状態でなるのか。椅子軽っ。あれ、あ、違うわ。こっちか。上、あ、あった。もう一個一個の宝物の場所。小銭稼ぎでしたな。オープン。で、じゃあ間違えた。あとはアイテムは特にはないかな、今のとこ。あ、しまった。こっちにもあるの。何のマスが書いてあった今。騎士のマ。ちょ、ここ何も、食堂なのに名前がついてないっていうね。よし、でん。もうなんか、女の子がハーハー言うだけで、ねえ、エロいよね、ほんと。あった。でん。今回の隠し要素なんか、あったー！すごいハードルが低めだからまず助かるよね。
青コインとかさ、バイオ4の青コインとか、いまだに15個ちゃんと全部まともに覚えられてないからね。サブクエが一個一個そこまで難しくないっていうのが今回ちょっと救いかもしんないね。あれまで全部難かったら終わりだもんね。これ今まだまともにさ、カメラワークちゃんとしてんのにさ、これなんでナイフ構えてこうやった瞬間にこう、ほら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 、こうなるでしょ。ちょっとお鼻が大きめかな。ニンニク女子だな。で、あーナイフを下手に構えてしまったがゆえに、どうしよう。もうここめんどくさ。あーでもそうだな、下に降りないとアイテム手に入んないし。いったよし、降ります。で、あいつだけ超めんどくさいからね。もうごめんよごめんよごめんよ。ほら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 、ギャズビゴー。あ、ちょっとギャズビゴー、ギャズビゴー、ギャズビゴー。で、悪いな。よいしょー。いや、あなたに危害を加えないから。あ、間違えた、強化だった。あ、強化強化強化。くそ、あれ爆発したしかも今。うい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 、もう企画倒れ。上等。あれ生きてる。あー、プレアシュリー企画倒れ。上等、上等地方はポケモン。おりゃ、あ、痛い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 、あぶれ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 、おら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 、なめんな、なんか赤い血しぶき、なめんな赤い血しぶきを。俺はいやー、エッチエッチスケッチスケッチチュ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 、一本強い。ドン、なめてよ、いいよ、なめます、なめます。ほい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 、あーなんだ、か壁に行って行けなくなっちゃったからって諦めたな。一個届いてねえし。あーやった、あと一個、あと一個。あ、痛い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 、やめてやめてやめて、よし、ちょっと触らないでーって。うっつけたう。あーあー、やばい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 。そうもやってるうちにどこ行くんだ。待って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 、あいつ速えな、歩くの。走ってんのに、俺走ってんのに全然追いつかねえ。おりゃダメです。なんで耳塞いだろ。お耳、お耳塞ぎー。あー、もうなんかこいつらすぎ、おう、こいつらの皿売り高すぎて笑う。めっちゃ刺さってる壁に。助けて、いいよ、舐めてよー。舐めます、舐めます。ペロ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 、立ち上がり方が恐ろしく早い。ペロ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 しましたよ。で、え、あれまだ上にいなかったって、降りてこない。転校し、あ、やった、回収しました。もう母言うてる、かわいすぎる、好き、たまらない。あれ、でん、よいしょ。で、はい、もう超汚ねえな。いっそっか、あーでもそっか、 100% 回復やからまだあれやな。これ登るときに出てくるんやっけ。あれ出てこない、あれ、あ、でも全滅したのか。はい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 、あーなんだ、ただの二日酔いの酔っ払いかね。こいつよいしょ。で、ガチャコーン、針がニュルンって出てくるのかね。おろしまへんで前向きだな、ま、いや、ほんとそのポジティブシンキング大事だよね。僕みたいにずっと怒り狂っててさ、ダメだよダメだよ。やっぱりあのポジティブシンキングで何事もね、前向きに捉えてさ、人生楽しいって思わないと。人生楽しいって思ってる人の方がね、人生は不幸だって言ってる人と比べるとね、がんになる発症率がなんか2倍くらい変わるらしいからね。いいよね、2倍も違ったら、うん、しかも10年追いかけた結果2倍変わるっていう話だからね。なんかなんかあったり、で、ここ特に拾い忘れはないから、これでもお帰りモースの時にそうはイカの金玉っつって、たくさんのお友達がニョキニョキニョキに帰ってくるもんね。よっしゃ、ダリン、そしてもう一丁、ダリン、めっちゃ手に入る。
シュリーどこ行った。ああ後ろチュイーン。さあ帰ろうか帰ろうよ、なぜか敵がいっぱい生えてきた。よいしょー。あれめっちゃいいボタン構えてたのに。あーサラウリスが高すぎて。キック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 。よし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 。あれお前が生きてんのか。蹴られた張本人が生きてた。あーてちょ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 、なぜ後ろ向かない。やばい。あばいばいばい、切られる。ほっ。んやっ。で、かわし方がかっこいい。オッケー。あぶね。ふぅ。全身に力入ってる。アシュリー、平気か。兵士なのか、かわし屋なのか分かんない格好してるね。あれ今平気とか声来た。俺自分が喋ってる声で全然アシュリーが何か喋ってたの聞こえなかったんだけど。ここは大丈夫かな。よし、じゃあ行きましょうか。よしよしよし。オープン。で、ここにアイテムはめはめしたらと思うんだけど、一旦区切りがいいとこまで来たから、僕がやるのはちょっと待って。あれそういえば。あ。すーごい足元のこと忘れてたわ。これよし、OK。まともに操作ができないと困る。ラストラブ注入。うまくいったぜ。おめえにプレゼントだ。やるじゃないか、あんた。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。でしょ。なんだって。そいつは間違いないぜ。目利きだね、あんた。手のひら太陽を。新品同然。で購入で、それは特にない。せまして死ぬなよ。大丈夫だよ。もう死んでっから何回も。おります。じゃあ本日のハイライトじゃないの。ハイライトっていう言い方は変か。よし。Welcome Stranger。じゃあこういくパパパパパーンってやっていこうか。来る？あもう一回来る？なーんだ。お金が出てきた。銀だけでも金出てくんだ。それは初耳だな。初耳？耳？耳はおかしいな。これが匂いじゃなかったの。だからそろそろショットガンが欲しい。 8% だけでも移動速度が上がったらもう。これどうなんだろうな。これがあると、なんか2個つけたら 100% 回復とかそういうのなんだろうな。強打紋章メレーのクリティカル率。あーメレーをした時にお首が吹っ飛ぶ率が上がるってことね。何気がするんだけどな。よし、あ、今回金だ。違うの。そうじゃない、なんか今のアシュリーのお手手のフリフリ可愛かったな。唇がエロいよね、今回のアシュリーね。なんかもうキスとかされたら行きそう。オブラートとは。よし、じゃあ最後立方体のオブジェをやってで終わりにしようかね。ほら、一流品ばかりなんだぜ。一流品ばかりーと、どうしよう。こうで、こうで、こう。違うね、全然違ったね。はい、こうだな。こっちでした。すいません。怒んないでくださいよ、そんなさ。まあ、人は誰でも過ちがあるから。許してたもれ。はい、じゃあね、これも取ることができやしたんで、一旦この辺りで終了とさせていただきたいと思います。うん、で、また次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。